さあ本日も始まりましたナーバルバトルオーバーフロッシャーでいきたいと思います。最近はオーバーフロッシャーがちょっとツボというかハマってます。オーバーフロッシャーはね、縄の武器でね、いろんなところにね、爆弾みたいなのをねやってくれるからね、思わぬ形で敵を倒すこともあったりしてね、いいんだよね。結構塗るのも強いしね。さあって仲間と一緒に行こう。さあ、あのうざいやつを雨降らしでどかそうと思ったけど、味方がうまくて勝手にやってくれたね。ラッキー。何ですか。お、ナイス玉いいね。あ、でそれは打つないね。それ後ろ回んないで危ないから。だってね、スプリンクラーがね、塗ることはね、あんまできないんだけどね、結構邪魔なんだよね。あったらね、相手の注意をね、引けるんだよ。だから結構ね、使ってます。スプリンクラーって、役に立たないんだけど、実はね、相手の目を引くのには役に立ってるっていうね。オーバーフローしたらどっちかが中距離だからね、ここら辺で攻撃しているのはいいな。お、ここ地味で当たってないんだ。いや、見えたな。一瞬だったわ。さあて、雨降らしで。さあ、塗ってるよ。そう、雨降らしで塗ってるよ。あ、ゆっくりずつ出たよ。ああ、なんか弱いなと思った。相手一人いねえな、これ。相手が一人いませんわ。これはもう勝ちましたわ。後ろ向いとこう。相手にはかわいそうだけど、相手がいないわ。余裕ぶっこいたらやれるんだけどね。さあ、一体逃がしたよ。オバフロ所で追うよ。オバフロで追うよ。さあ、オバフロで追うよ。さあ、ナイス玉どこにいるのかな。真下かな。ギリ逃げた。やばかったね。あー、やられた。調子乗ったらやられちゃいましたね。ほーほーじゃねえんだよ。一応ね、しっかり味方の陣地もね、塗っておこう。こうなった。あー、うるせえ。さあ、残り30秒ですね。まあ、相手一人いないからね、負ける要素はないんだよ。相手一人いないのに負けたらね、これは恥ずかしいからね、だいぶ。どうあがいても勝ってるんだよ。で、調子乗ったら負けちゃうからね。全然、あれだね、これ、ゲームの実況になってないよね。さあ、どん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 やってみよう。さーて、終わりました。これはね、絶対に負けてないね。おっと、ちょっとここに置くのやめてくれ。これこぼれたら大変だから。なんか色悪いな、これ。なんだ、牛乳とお茶が混ざってるみたいな。あ、でも敵よく頑張ったね。そんなに大差はないからね。さあ、ムーン君、ハルト君、矢川君、俊太郎9歳君、おめでとうございます。さあね、続けてやってみよう。相手チームは離脱してるはずだからね。これ勝ったことになるのかな。よし、今日初めてのウィンディレベルをアップしてきます。さあ、服もだいぶ変わってね、速くなってますからね。さあ、最近の調子を見ていこうか。0体だったね、今。調子いいね。28勝19敗、N ザップかな、昨日から。これ、オーバーフロッシャー、オーバーフロッシャー、スプラマニバー、 N ザップ、ベリアブルー、大体ここら辺の4武器を使い分けてるって感じですかね。さあって、あ、そうだ、これ結構ね、子供たちが面白いのをね発見してくれたからね、ちょっとやってみよう。花火、線香花火します。いいですか。線香花火です。ほら、ちげえ、それちょっと違うか。こうか、ん、違うな、こうかな。あー、くそ、これお茶ここ置かないでや、下に置いといてや、あの車の上とか。パソコンに入ってる、それ一番やばいから、そこに置かないでって。こっち側に置いてる。その、そうそう、そこそこそこ。さあ、上から行こうか。おっと、仲間、北斎君も一緒のとこから来たね。違うね。じゃあ、よいしょっと。さ
さ、こっちの上から行こう。雨降らしがたまるぐらいのタイミングでね、相手の陣地がね、半分ぐらいのところに移りたいよね。うん、ちょっとここら辺の木炭もでっかくしといて、よいしょ。いーっと、ここは結構オバフローにとっては天下みたいな。よいしょと、いい位置に来ました。ここで雨降らしを貯めて、このタイミングで奥に投げて一緒にフロー。いや、投げてねえじゃねえか、雨降らし。投げてるわ。自分で投げたのに9じゃなかった。よし、いいかな。さあ、1体倒したよ。はい、近くにいるウルキター。さあ、2回目倒したね。いいですね。この辺で一度下げて。来た。ちょっとビビっちゃったね。ビビりなくていいところでビビってしまったので、相手の変形砲台にされてた。痛いね。さあ、これどっから上がれるんだ、次。これどっから上がれるんだ、こいつか。こっからか。上がろうと思ったら、うぜえ武器があるんで。あれで味方の位置が分かるよ。さあ、北斎と一緒に行こう。北斎が味方にいればあるから。じゃないね、目線がね、今ぐちゃぐちゃになっちゃった。ありった4K だ。意外と味方の陣地が濡れてない、ね、こういうの後々聞いてくるからね。ここら辺もちょっと濡れるところは結構かぶってみてね、もったいないことになるから。味方の陣地もちゃんと濡れる。そしてずっとこっちに来てたら味方がやられちゃう可能性があるから、攻撃も入れながら。さあ、どうしたんだろう。こぼれたのかな。さあ、で何かこぼれたの。さあ、いいよ。はい、手締まってみて。さあ、一体これさ、一体倒したよ。近くでの早く飲んでくださいね。デン君が当たったん？違う、何もやってないの。何もやってないの？さて、お茶をこぼしたようですね。よし、勝った。アメとアップル、お、全部 A だ。 A、アップル、アメ。さあ、すごいですね。さあ、負けるまでね、オバフローをちょっとやってみよう。負けるまで録画を止めませんだね。あ、そうだ、さっきの面白いぞ、鈴木だ。線香花火みたいなのをね、作れるんだよね。こうだよな。もっと早いよな。あ、これだ。これ。いい感じで花火っぽく見えないかな。これだったらスプリンクラーだな。どうだ。目に悪そうだね。これはちょっと違うな。あー、かっこいい。ここに置いとく。あー、たぶんあーて。さあ、ってまたしてもこの時。さあ、同じ要領でね。ありがとう。じゃあ、ギャグワンホン。うん、うまい。うまいね。うん、ポテク食いながらね、やるなんて最高だよ。ポテク食いながらやるスプラは楽しい。さあ、味方も来た。うん、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 少しのオープン。
ごい。あ、雨降らしと内緒玉とパニタンキーという大堀のチームなんですから、これは嫌だな、今の下ゾロは。はい、まあいいよ。さあ上からリッター、あーうまい。リッターをね狙ったんだけどね、スクイックリンか、スクイックリン狙ったけどスクイックリンの腕がいくと、スクイックリンの方が腕があったね。あ、くしゃみが出そうです。すみません、くしゃみが出そうだ。くしゃみあっ、逃げたぞ。私、味方が来る、味方が来る、逃げておく。そう、私がね、倒されても味方が来るからね。そのために時間を稼げてよかったんじゃないでしょうか。さあ、相手にピンチが出てますよ。さあ、ここへ、あ、スクイックにいたね。上から狙おう。私、みんなで倒せよ。さあ、二人とこっちは、ここに来そうな気配があったよね。ここは君に任せよう。あー、また落ちた。ちょうど落ちた。うわー、クソ必死戦か。パブロか。ちょっとこれやばいね。このタイミングで負け出すのね。ピンチって相手は出てるけど、ね、これ残り何十秒でやられるパターン。私は何のそのゲージにする待っていたと思っても負けるタイミングになるから、よし、みんなの味方を作った。味方がうまいね、やっぱ超イカジャンプ。さあ、相手の後ろから来る球だよ。さあどうだ、勝ったか。おっと微妙だね、やはり。しかし3連勝、これはまだまだ12分経過しましたが、まだまだ続きます。さあ何連勝いけるんでしょうか。さあデイヒカーチ、アリサンゴ、ムシアン、 UPKA、 なんとか。さて、ちょっとね、手が汚くないか、ちょっと拭いて。さあ、手を拭いて。さあ、休憩中なんでね、ちょっと5歳児に変わろう。さあ、5歳児の遊びはどんなんだ。お、上に登った。なんと階段を登りましたよ。さて、試合が始まる。階段に登って、なんとコーヒーを頼んで、コーヒーを飲んでいます。なんてことだ、リラックスしている。とてもリラックスしているぞ。さて次はゲームコーナーに行って、ゲームの上に乗った。なんていう暴挙、大変だ。これはスプラトゥーン界から放り出されるぞ。さあ次はどうするんだ、さあ次はどうするんだ。おっと、辺りを見渡して、辺りを見渡して、ジャンプだ。2階から飛び降りようとしている、これは危険だ。さあてこれも階段を降りていこう。さあ降りていって、さあ降りていった先に、おテレビがやってるから、それを見てるのかな。ゆっくり歩いている、なんというゆっくりだ。さあ武器を持って、オーバーフロッシャーを持って、さあどうするどうするどうする。なんとバトルが開始してしまいました。さあ金目鯛美術館、さあてオーバーフロ金目鯛美術館4試合目。さあどうだ、初心者ガチがいるな。みんな初めは初心者だからね、気にしなくていいんだよ。はじめは初心者だから、仲良く気にしないで行ってくれ。さあ金目鯛美術館、そうです、さっきのチームがもう一回結構敵が攻めてきてる感じでしたね。あ、倒してくれ。よし、じゃあさあ装置を投げて、来たね、こいつカニ登りでやるよ。
ールでやりたかったけどね、気遣いで逃げたな。次は向こうが来るから、ね、やられたらやられるんだよね。おっとこれは相手の方がちょっといいかな。まだまだ時間はいっぱいで出せばちょっと焦らなくていいんで、流れ行くよ。さあどこで狩るかな。狩り場がねいるからね。さあデスプラッシュオーバーとってるかな。めめだ。なんと子供がめーめー言ってるぞ。羊が出てきたのかな。今のがヒントかもしれない。めーめー言ってこうがいいよ。どういうことだ。めーめー、いい倒した。さあ、君たちの機内な雨が降ってくるよ。今日は雨が降ってないけどね。初心者と言いながら上手いじゃないか、初心者。さあ、今がチャンスだね。さあ、この時点でここの柿の握っこは勝ちだ。さあ、何体倒せるか。味方に当たってんな、おい。うわやられた。初心者勝ち、スクリーン過ごしたらうまいじゃないの。さあこのままでは残り50秒しかありません。相手の方が少し厚みのある攻撃をしてますが、さあってここら辺で1回ぐらい勝っとかないとちょっとまずいな。おい、人間ちゃん眠ってる。1回ぐらい勝つタイムだけど逆に狩られる。相手も狩りたいから。あ、味方がなんか変なところに一人いる。何もしてないやつがいるぞ。挟まってんじゃねえか。いや私のことか。残り18秒でこれはきつい。残り18秒で4取られてこれはきついな。焦ってはいけないんだけど残り10秒どうしても焦ってしまう。4さん、これはダメだ。大負けの小町でございました。なんと3連勝で記録はストップしました。残念でした。残念残念。